皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。ここはパタヤのパタヤパークっていうリゾートホテルの1階なんですけれど、ここの最上階にすごく眺めがいいレストランがあるということなので、そこでビュッフェスタイルのお食事を体験していきたいと思います。日本人よ。タイ人が400バーツで日本人とか外人は600バーツだって。チケットを持って入場します。タイ人は400バーツタイ人は400バーツ外国人は600バーツ。この200バーツの違いは何だろう。飲み物を持っていっちゃいけないってこと。背中に入る。もう止まってた方がいいじゃない。全部乗れんやろ。パタヤの海が一望できるスカイラウンジ。鶏かハムかヌードルを入れて作る。もやしを湯がいて、いろんなトッピングをしてくれて出来上がるみたいです。スパイスはここにある。こっちはサラダコーナー。もう卵ピータンかな。ハムとこれはなんかいりこみたいな感じ。生姜、ここは和食のコーナーかな。お寿司みたいなのがあります、まあ、ここはフルーツ。あ、タイスイーツがいっぱい。かわいいタイスイーツ。フルーツもいっぱい。タイのこれすごくおいしいです。ここはスープ。こっちはタイ料理かな。ライスとチャーハンとこれ鶏肉じゃがみたいな感じのやつ。あ、鶏だ、鶏って書いてある。これは豚肉。こっちは貝があって豚肉、魚、豚肉。このどれ？これ唐揚げ？これイカ？タコ？イカ。イカが美味しいな。エビも。この魚のフライとエビもあって、スパイスがあって、中華風のお饅頭があります。いっぱいお料理があったので、タイ料理とフルーツとちょっとわからない、なんだろう、スープとうどんのスープみたいなのを入れてもらいました。好きな料理が好きなだけ食べられるビュッフェです。知らなかったら、ここのビュッフェずっと360度回転してるみたいです。動いてる。さっき海の下だったのに、今度はこちらの陸地の方に回ってきてます。ゆっくり回ってるから気づかなかった。ずっと
席が回ってて、先ほどの海側から陸側に移動してきました。パタヤの夜景もとっても綺麗です。なんかすごい大きな声出してきた。多分あれかな、あれかな。あ、これだ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 。無事到着。